しとかないと。じゃあ人間うまくできてるからすぐ履けるようになった。すぐ履けるようになってるらしい。俺はできたことはないけど。さてメルカバ対ヒルダ。ヒルダ、あ、時間がない。残り2分、早めに決着をつけてください。まあ、きっとメルブラも作ってるから。メルブラリアルファイト。オールフィールド。さて、でっかい中段。有利を取って、ここはうがつ。中段は立っている。ダッシュ越えからなんか裏回る。投げて権利はメルカバー。メルカバー使ってく。おジャンプにしてヒット。待て、配信時間は残り1分半。ニコニコで見てる皆さん、次忘れ合いましょう。当てる。 EX 出して中段クラブ。当たる。ここは自分に振らせている。 EX が当たるが、ちょっと時間が足りないか。あーちゃ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 。中段からガッツポーズ当たんない。ダッシュ B が当たる。 EX 出して当てる。権利はメルカバに来たが裏 4B で叩き落とす。アサルトは出ない。ボエちゃん A、 なんかすごいことになっている。じゃあ皆さん次枠で会いましょう。クラス 2A。 さて残り6秒。なんとか決着をつけてほしい。ここでタイムアップ。配信が途切れる。タイムアッパー、ね、時間さんが無印のコンボとかやってる間だったら次枠いけそうだ。確かに時間切れだったらもうカットしてよかった。さて実況席からは何も見えない。多分ヒルダがコンボを繋いでいる。ここはかっこよく殺せるか。インビルトワース。さて配信は始まりました。あの倒したところは映ってるんですね。まあ、いろいろあってイサゴさんが勝ちました。出てくるわ。本気対時間切れ。京都でウニの缶バッジが配られたんですよ。ランダムなんですけど引いてねみたいなやつ。あ、そうだった。そう、リンネを引いて時間切れに売りつけようってやつがあったんですけど、ね、菅野さんしか引けなかったですね。多分飲み会ぐらいには行ける値段で買ってくれるはずだっていう話。ヤフオクで5万からスタートって。時間切れにだけちょっと教えて、あ、なんか出品されてるよって。無人撃て止めたところ 2A を当てていく。モータル2段目はしっかりシールド取っている。バックステにはなんかあったが、橋でコンボを決めてるのはリンネ。ボビー、B ヒネ。ジャンプに B から投げはしっかり抜けている。カウンターしてない。カウンターしてない。
中段からモータル。モータルへ当たるが、さてあと1回の体力、悲しいことになってしまう。いやー次のラウンド厳しい、ね、これは厳しいですね。さあ 40% 回収して、でもイグジゼンハンスが 1% だけあった。あ、グラインドグリッドケージが割れてしまう。バイタルベッセルもモリモリ減って、ハイ打ち、ハイカウンター、やっぱここら辺やっぱ変えるべきだよ、ね、ハイカウンター2クーガからジャンプにビー個人で、やっぱちょっと技目もかっこよくないね。あとダッシュガードね、ダッシュガードな。ダッシュガードモータルスライド派生派生、あ違う、モータルスライド、モータルスライドなんだっけな、引き戻す技がある。あれ名前、そうそうそう、名前あんのあれ、なんとかなんとかで、最後はいただきだ、いただきだかっこアシミレーション、タックルからエイムオープニング通常投げして 5C からモータルスライドシェイドハーベスト、いただきだアシミレーション、いただきだ通常ないから、ここは安定の 5B からモータルスライドシェイドハーベストアシミレーション。しかしグラインドグリッドゲージはゴールドに来ている、モリモリ来ている、トランスファーステイトがここで回る、ボーパル状態なのはゴールドだったが、デーローフをすることによってグラインド、相手のグラインドグリッドゲージを破壊してはい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 ただそろそろトランスファーステートが一周して、ここはゴールド、ポーパル状態になったのは本気ゴールド、ここはクロスキャストベロフからインフィニットワースでタービュランスで倒していく。今日時間さんいいとこないねゴールドに負けて、ランダムに負けてあれもうストレートか、いやもうストレート、マジ か本気三欠やる、あ52どうぞ、じゃあ三欠やろう、塚欧州 VS 時間切れ流星、さて時間切れのちょっと引きつった顔見てみましょう みんなに見せたいね、見せたい動画、なんかカメラなかった、あウェブカメラあるけどはい、先方はどっちですか、先方はヒルダはい、OK です、はい、塚さんと時間3位入賞したらもう、あじゃあこの一キャラトモカかアスナか、トモカアスナシャナミコトの優勝、うん、好きなキャラどれかあげよう、2人あげて優勝ちょっと、まあ、2位がこれで、2位がこれで1位は1位はこの筐体リアルファイト筐体多分全部レイさん、燃やすことで有名なガッツポーズするだけで、これはなんとか燃やされずに済んだね、残った生き残り耐熱でだね、焦げ目とかついてるかもしれない、無人が キルダの技も頑張って思い出してからよく覚えてる、俺は覚えようともしなかった、ヨシーハセから無人、
ジンガラ、EXEX、FF、フォースファンクション。フォースファンクションですね、そうだ。FF ってフォースファンクションの。あれにも技目ある。あるはずですね。あるね。だってハイドハイドはストリクトデイズ。ストリクトデイズ的な名前が。でもリンネだからどうせそんな面白くもないと思います。漢字二文字ぐらいのやつ。さあ、テクーカカウンター。ロクシー三段で締めて。ゼロフはジャンプでかわす。待て。もうこれ時間切れのナメプが入る。ニコニコしながらナメプしてくる。さて後ろから演出との声。さてベールオフはしたが何の役にも立たなかった。何も起きなかった。ここは使ったところクーガー。流星に来と VO は欧州に来割れていたと俺はよく見てなかった。あ、確かに文鎮を空中シード取ったやつを回復させるためのベロフだったんですか。その通りだと。やはり細かいところにも技が光る。技が光る。時間切れ。セット対。いやでもヒルダリネってヒルダ森じゃない。ちょ急に思ったんです。まあ普通に考えてくるじゃん。さてさてこっちだこっちだ。エストでエクセレートエストで弱体化したとはいえ未だ強い料理なく。カウンターミスっちゃうけど、西なんで西初段カウンターは下ペタってなるんですかね。あれエルトラムの西はならないんですよ。何が、あの地上やられっていうか何ダウン状態で追撃できるところにはならないんです。多分理解してないですね顔は。ほんぼミスるか関係ない。西2へ。ここはアンデコンボ EX 出して裏回っちゃう。めっちゃ走ったら 2B 西ですね。なぜ 3C が漏れたか。しかし当たってれば関係ない。うわー 6C 出てる。 5A5C からアサルト、ダッシュし、カウンターしている。投げ抜けて落とせない。 EX は半角取れている。ミスっちゃう。ここは9月から投げる。コマ投げしてコマ投げ瀬戸が取り返す。さあ瀬戸対ぜひとも時間切れには敗北してほしいですね。さて時間を気にし始めた YSK。 いや別に今日のバイトはあと何時間だろう。今何時かなと思って。